はい、そういったわけでございまして、「週刊ギターフロンティア」、今週も始まりました。一つよろしくお願いします。さあ、ということで、今日はですね、2月の19日ですけども、最近、なんかあったかいですよね、まだ普通だと2月この時期、まだ寒いんで、新潟もね、雪ちらほら降ったり、普通はするんですけど、なんか今日もね、まあ今日はあの例によっていつものように、土曜の今、閉店後、今夜も9時回ってるんですけど、 あったかいですもんね、今日もね。さあ、皆さんのお住まいのね、地域はどんなでしょうか。ということで、今週もですね、最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、そういうわけで、ゲイリー鈴木がお送りします。週刊ギターフロンティア、今週もう一つよろしくお願いします。まあ、あの、この時期はですね、私、あの、えー、確定申告とかですね、まあ、いろいろあって、今、本当にね、 まあ、暇っちゃ暇なんですけども、暇なんだけど、ちょっと、なんか、ね、いろいろ、ね、もう意地でも忙しいって言わないよ,、ね、ようにしてるんですけど、あれそうなんですっ、ね、て、忙しいって言うとね、良くないらしいんで、どんなに厳しくても僕はですね、よくあの、お客さんに、忙しいですかってと、いや、暇です、暇ですってことにしてるんですけどね。でも正直言うと、えー、まあ、言わないようにしますけどね。まあ、そんなこんなで、例の、あの、ね、うちのチャンネルの、 えー、チャンネル登録数6万人達成記念のギタープレゼント、はがきでね、あの応募していただくってあれなんですけど、明日です、締め切り、ついに、ですから、今日あの月曜の、ね、夜、今8時に公開していると思うんですけども、これからね、あの気がついたら、明日朝朝、ね、急いで郵便局でも、今、コンビニでも売ってるのかな、はがきを買って、ね、家に余ってるのがあれば、年賀状、書いて、明日中に明日のお昼とか分かんないけど、何時なんだろう。 明日の決心があれば言うことですからね。2月の20日の決心があれば応募できますから、ぜひ送ってください。あの、実はね、77枚しか来てるこれ、毎回ね、いつもだと、あの、何百枚とか来るんですけど、今回ちょっと僕の告知が失敗したのか、あるいは締め切りを10日というちょっと、 ね、中短配したのか、いつもだと 2, 2週間ぐらいだったのかな、ちょっとわかりませんけども、ちょっと間に合いますので、明日、頑張って明日の決心があれば、今出すと、け、ね、少ないですから、いつもよりは、当たる確率めちゃくちゃ高いですから、新品のギター、ヘッドウェイ、S やり、あとその他、うちのね、オリジナルグッズいろいろ当たりますので、ぜひよろしくお願いします。でね、今日はね、あの、基本的にあの、 応募はがきなんですけど、いろいろなんかメッセージをくださっている方がいっぱいいて、今日はね、このはがきを、まあ、全部はもちろん読めないんですけど、いつものおはがき紹介コーナーよりは、たっぷりと読みたいなと思ってるんで、ちょっとしばらくつき合いください。いろいろ読んでいくね。まずね、こちらは三重県ですね。えー、桑名市の。えー、これペンネーム書いてないので、いつものあの、おはがき紹介コーナー違うんで、えー、愛様、50歳。 1>, 1年前からギターを始めました、ね、50歳から49歳から始めたんですね、えー、簡単なコードは弾けるようになりました今回子供かっこ中2女子と一緒にアコギをやりたくて応募しましたこれからも頑張ってお店とラジオこれね <laughs> 続けてくださいありがとうございますあのねこういう方多いんですけどなんか親子でこう同じ趣味をやるってすごく素敵ですよね僕あの家族がいないので あの本当まましいいなと思いますあの中学2年生の、ね、お嬢さんとぜひギター始めて一緒にいろんな、ね、曲を覚えたりあのそれこそ「お父さん若い時これやったんだよ」とか「ちょっとお前の最近の曲教えてくれるとかねそういう世代を超えたなんか交流ができると楽しいですよね楽器音楽ってねありがとうございます。当たるといいですね僕あのねあの 普通にあの抽選しますからね、当たるかもしれないし、あ次今日いいっぱい読みますチャンネル登録数6万人達成おめでとうございます。えー、お名前は、えー、こちらも愛様64歳あ、新潟県東区でございますね、えー。昭和61年から63年の3年間、北海道の滝川市に転勤で住んでおりました。滝川市とというと 北のナッキーさんのお便り、大変懐かしく拝聴しております。ナッキーさん、こういうところにも影響を与えてますよ。へえ、なるほど。やっぱそういうね、あの、昔、その赴任してたというかね、転勤したところの地名がふっと出ると、やっぱ懐かしいって気持ちになるんでしょうね。はい。自分へのご褒美に、最近、マ,マーチンの、トリプロ28か ?D28 が欲しい。あ、欲しいですってことね、自分へのことぜひ買ってください。 何回か電話しましたが、いつも私の前に大勢の希望者がおり、買えません,んです。最近は応募せず、新品購入も検討中。ちょっと、岩井さん、近所でしょ、東区。えっと、なに、マーチントリプロ28と D28。入ってますよ。トリプロ28の EC、入りましたよ。あと、D28 ではないですけど、D の41、入りましたよ。 見に来てください。<laughs> よろしくお願いします。はい。えー、新潟市東区のあいさん。待ってます。お願いします。続きまして、えー、こちらはですね、お名前は長野県安曇野市ですね。えー、安曇野、僕も何度か行きました。わさびがね、わさびがあって、わそこで食べるね、わさび定食っていうのがあるんですよ。わさびこう、ご飯にかけて、お茶漬け目でして食べるんだけど、めちゃくちゃうまいんだよね。すごいシンプルなんだけど。 いつの日かお邪魔してみたいと思ってます。ぜひ来てください。もう安曇野でしょ。ね、何を言わんかわかるでしょう。わさび買ってきて。お願いします。さあ、続きまして。こちらはね、えー、大阪ですね。大阪の S さん。はい。えー、背景えー、YouTube チャンネル登録6万人達成おめでとうございます。ギタープレゼントに応募させていただきます。毎晩風呂上がりに。 ビールをを飲みながらら動画を見させてもらってもっいます半年ほど前の動画で店長さんと同じ年だということが分かり以来一方的に親近感を持つようになりました同い年ですかよろししくお願いします私も62歳というそれなりの時間の中で家族も持ちましたが僕は持ってません今では一人で <laughs> これどういう意味なんだろうね1人で今では一人に気軽に暮らしておりギターと向き合う時間もある程度持てるようになりました 楽器の売り買いが発生するような時が来ましたら、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。これからも楽しいギター紹介動画期待しております。健康に気をつけて、お互い生涯現役でいきましょう。本当ですね。お互い頑張りましょう。ありがとうございます。続きまして。いつかゲーリーさんに会いに新潟県に行きたいです。ギターも見たいです。私の憧れは、ゆいです。ギターを弾くと幸せです。 はい、こちらはですね、広島の M さん、ありがとうございます。えー、こちらはね、チャンネル登録6万人突破、本当におめでとうございます。ありがとうございます。私は今、29歳なのですが、若い。1年ほど前から、趣味程度ではありますが、ギター、ウクレレ関係の YouTube チャンネルを運営してます。すごいじゃないですか。先日、やっとチャンネル登録数が200人を超えました。なので、6万人という数字が、 どれほど素晴らしいことか感動しています。私の目標は30年後60歳までにチャンネル登録を10万人にすることです。ゲーリー鈴木さんの背中を見て私も頑張ります。背中見る <laughs> 冗談冗談。ギター当たりますようにおめでとうございます。ありがとうございます。いや、本当にね、あの、僕も最初ゼロから始まったわけで、あの、今200人いったんでしょ 僕ね、今でも思ってるんですけど、100人行ったときね、うわっ、こう見,見るじゃない、見てて、あ100人行ってるって、めちゃくちゃ嬉しかったですね、本当に。でもまあ、今回ね、皆様のおかげで 6, 6万人なんですけど、もう13年かかったし、なんかね、なんか登山みたいで、結構やっぱり途中、ほら、厳しい崖があったり、岩があったり、道が細かったり、ぬかるみがあったり、いろんな道があったんですよね。でもふっとこう今 途中までななんだけどふっと見るとと見結構高いいこままでで来たなと思いますでもねまだまだこの山は全然まだまだそうだな俺の感覚だと言うと1合目なんだよね早く途中のね2合目3合目ぐらいの10万人とか達成したいと思うなんせ頂上にはヒカキンさんがいるから <laughs>、まあ、まあそこまではま無理でしょうけどでもねとにかく行けるとこまで行きたいよねど,どんな高み ね、どんな景色がそこには待っているんだろうというそういう楽しみもありますね一つお互い頑張りましょうねよろしくお願いしますさあ続きましてねかわいいハガキなんだよね、えー、6万人おめでとうございます3歳の息子が最近ハマっているダダンダンを書きましたどかないけど息子は最近私がギターの弾き語りをしているのを見てウクレレをポロンと弾いて歌うことがありとっても楽しく過ごしていますなんか幸せだね えっっととちょっとお名前はね何て言うんだろうっ長野県ですねこちら中,中野市はい、えー、K さんこれがね3歳のお子さん描いたイラストっていうのをこれ、ね、なんか幸せだねこれね、えー、これちょっと書いてみーとか書いたのかね、えー、一緒にこうウクレーロを弾くか幸せもうで当たるといいね当たったら是非この息子さんにまた音楽聴かせて聴かせてやってください ちょっと今の喉がちょっと飲みながら結構いつもより吐き込んでるんで今日は冷たいアイスティーをさっき買ってきましたえー、祝ゲイリー鈴木店長チャンネル登録6万人エンド開店13年おめでとうございますありがとうございますちょうど来年来週です丸13年、えー、長野の K さんですいつもありがとうございます善光寺でお願いしてきましたちゃんと写真貼ってるので善光寺をバックに えー、私のギターコレクションの一本にどうかアコギが当たりますように全高地でこれお願いしたはがきなのじゃ当たるかもしれないねこれね僕も全高地は何度も行きましたけど長野県は本当にいいとこいっぱいありますからね是非ともですね私別に長野県から何ももらってませんけども是非新潟県はもちろんですけども長野県も是非 行ってみましょうよ皆さんね長野は何といってもやっぱりギターのふるさと的な部分もありますからねよろしくお願いしますさあ続きましてエイリー店長こんばんんんばばははここの間の「週刊ギターフロンティア」1周年の動画を見てあ週刊ギターフロンティア」が1年経った時ねはいやめてしまうのではと思い少しでも貴重なやり取りをしたいと思い吐きをころうと思いました 中間ギターフロンティア大好きです。ありがとうございます。内容を考えなければならない。芸理店長からしたら大変だと思いますが、これからも続けてほしいです。お体に気をつけて、頑張ってください。この頑張ってくださいがカタカナのところがね、なんか来るね。ペンネーム、ラジオネーム、マケルナさん。あ、金田マケルナさんね。<laughs> ありがとうございます。あの僕、ちらっとその時、三重県ですね。 えー、桑名市のの、えー、さんあのちょっとほら1年やって、まあ、正直ねこの「週刊ギターフロンテやって何度も言ってますけど再生回数は全然上がらないし結構時間かかるのよ準備とかねいろんな、まあ、まあ愚痴じゃないけども、まあ、なんだ辛いなと思った時も正直あるんだけど僕は前も言ったけどまたはがきでね応援してもらえるとほんと嬉しいのよ。ね。 頑張るまあ、どういう方、途中でもしかしたらちょっとサイクル変える時も、もしかしたらあるかもしれないけども、絶対やめませんから。もう決めた。まあ、それがもう習慣じゃない時もあるかもしれないけど、この習慣ギターフロンティア的な、もしかしたら名前変える時もあるかもしれないですけども、なんかこういった形で、このお客様とね、こういった形でつながれるってなかなかないと思うんですよ。僕ね、あの、正直、この YouTube を通じてのこのギター販売、まあ、ギター屋さんじゃないですか。世の中に、まあ、日本にね、 まあ、ギターショップはいいっぱいありますよそしてこういった形で YouTube を使ってる店もいっぱい似たようなのありますけどもこういったこラジオ的なことを毎週やってこうお客様からハがをね頂い,いて募集してコミュニケーションを取ってるところは僕が知る限りないですよねだからこれ本当嬉しいと思ってるんで頑張って続けます皆様もあの今回はこのギタープレゼントのハがなんだけど普段のハガキもまた待ってますよろしくお願いします さあ続きまして、今日はね、本当にみんなの気持ちを少しでも読みたいんで、いっぱい読みますね。続きまして、静岡県、これはペンネーム、い今回のほとんどペンネームないんで、女性ですね、王様、王様はチャンネル登録数6問目、おめでとうございます。仕事から帰って、一息ついた時に、ギターフロンティアさんの YouTube 動画を見て、ホッとできる時間が大好きです。いやありがとう、そんなこと言ってもらうの、本当嬉しい。 ゲーリー鈴木さん、従業員の皆様、これからも体に気をつけて、いいギター紹介、えー、面白い動画、カッ時々のボケ、ツッコミ、すごく好きです。ありがとうございます。いや、本当に嬉しいわ。えー、王さん、ね、女性の方です。も、ま、う、あ、さっきね、女性の方も入っくれるんで嬉しいです。ありがとうございます。当たるといいね、本当に。続きまして、こちらはですね、お、こちらも、えー、新潟市東区、えー、 N さんね。はい、N さん。チャンネル登録数6万人達おめでとうございます、えー。昨年、偶然こちらの動画を知り、えーえー、昨年知ったの地元なのに <laughs> 店の存在じゃう。<laughs> そっか、まだまだだな、俺も、えー。楽しく拝見しています。動画を拝見していて、私も40数年ぶりにギターを弾いてみたいという気持ちが日に日に高まってきて、この旅のプレゼント企画を知り、応募いたしました。 ギターを希望しますこれからも楽しい動画を配信されますよう願っていますので健康に留意しますしてますますご,ご活躍をお祈りしておりますありがとうございますあのねこれなのよ僕がこの1万人ごとにあのギタープレゼントやってるっていう意味はあのここですあのやっぱりねいつも言ってるんだけどギター人口って確実に減ってるんですよ正直な話 あのですから僕はこの動画でね、まあ、ある意味ほらギターを売るのがもちろんメインなんではあるけどもエンターテインメントとして面白い動画だからほらよく言われるけど女性がどうとか、ね、女性出してどうなんとかあれでも何でも女の子目立てて見ていただくのねサムネ先とーも何に言われてもいいもう何かのきっかけであギター面白そうだなギター面白いなきっかけになればいいと思ってやってるんですね。で今回の,あのギタープレゼント企画も まあ、正直、ある程度ギターやってる人にしてみたらですよ、ま、あのそれなりに、ね、いいもの持ってるだろうし、マーチン、ギブソンそれなりにも持ってれば、正直、あのね、入門用のギターだと思うんで、そいらないよっていう人も多いと思うんだけど、もしかしたらこうやって始めてみたい人にとっては一応トップ短板だしね、なんかのきっかけになればと思ってるんです、もちろん2名にしか当たらないわけだから、あの今のところハキ少ないとは言いながら、77枚でしょ。 まあこれから何年かまた何つか来ると思うんだけど正直それはねえ確率低いですわ当たらない人の方が多いんですからでもこれがきっかけでハガキをこうやってこれだけの人たちが書いてきたってことはよちょっと引いてみようかなと思って書いてきてるわけだから外れたとしてもうちじゃなくてもいいですどっかであじゃあちょっとこれ買ってみようかなとか。 よその YouTube にあってあ安いこれ買ってみようかなあるいはちょっとした店で立ち寄ってあこれいいな買ってみようかなもしかしたらギターを手に取って始める人が一人でもいるかもしれないんですそのためにやってますいいねあのちょっと偉そうでちょ, <laughs> ちょっと立派なこと言っちゃったけどでも本当そうなんですよだからこの企画はですからあの毎回そのチャンネル登録数が1万人ごとに増えればやりますのであの今今回、ね、たまたま6万人ですけど頑張って皆さん どうぞ宣伝してください。他の人にも。次7万人すぐ行かせてください。そしてその時またギタープレゼントさせてください。そしていろんな人にギターの素晴らしさを広めたいんで、一つよろしくお願いします。そして僕はあの、前もちらっと言ったと思うんだけど、10万人っていうキレのいい時、10万人の時はプレゼント品は絶対いいの出しますから、もう大赤字でもやりますよ。もうマーチン・ギブソン、ヘッドウェイの国産、なんか絶対いいの出すから。 だから頑張って10万人まで。皆さん、みんなの力貸してください。よろしくお願いします。続きまして、いや今ちょっと暑くなりすぎて、ね、今自分でも恥ずかしいよ。ギャリーさん初めて筆を取りまあ、嬉しいね。またこうやってはが初めて来る。昨年12月で定年を迎え、何をしようかな。そうだ、ギターを弾こうと思い。JR のコマーシャルみたいなね。そうだ、ギターを弾こうと思い。ギター、ギター希望します。えー 40年ぶりにギターの購入を考えています。そうか、今60だから、20歳の時に一回買おうと思ったのね。でもまあ、いろいろあって買えなくて、40年経ってまた、そうね、こういうこと、やっぱりこれがきっかけで、買おうと思ってくれたら嬉しいんですよ。ゲイジさんよろしくお願いします。これからお付き合いできましたらお願いしたいのですが、ブロも短版入荷、オール短版入荷待ってます。あの内緒、内緒で、内緒ではダメ。<laughs> ちゃんとまた入荷したらご案内しますね。 6万人おめでとうございます。ペンネームジョーパスさんより。なるほどね。ジャズが好きなのね。あのぜひね、これをきっかけに本当にね、ギター始めてください。さっきも言ったように、もう正直ほとんどの方がギターは当たらないと思うんだけど、でも、これをきっかけになんかギター探してみてください。ありがとうございます。続きまして、お静岡県。えっ、ー、とね、こちらをね、アイさん。はい。 えー、6万人おめでとうございます。毎回楽しく見させてもらっています。今年で70歳になります。ぼちぼちギターを弾いてます。頑張ってください。まだギターフランティアで買ったことはないです。ぜひ、代引きもやってください。お願いします。そういう、たまに言われるんですよね。じゃあ、そういうのもちょっと今後検討します。ありがとうございます。続きまして、こちらはですね、愛知県。はい、こちらは、K さん。 えー、チャンネル登録者数6万人達成おめでとうございます。先日はバーニー、お、バーニーの SG、はい、購入させていただき、大変お世話になりまた。あ、こちらこそありがとうございます。念願のジャパンビンテージ、今はメインギターで活躍してみます。はい、これからも動画楽しみにしていますので、健康第一で頑張ってください。ありがとうございます。いや、本当にギターは買ってくれるわ、はがきはくれるわ、もう K さん本当にありがとうございます。当たるといいですね。続きまして。 あこれ読みたかったんだあのねちょっとちょっと見せようかちゃんと目立つようになってるのねほら、えー、宮崎市からですね、えー、ペンネーム書いてないので S 様ですね、えー、ギター希望です、えー、YouTube をいつも楽しく拝見しています当時は知りませんでしたゲイリー・ムーア大先生もゲイリー鈴木さんのレスポール界ではお決まりとなっているパリの散歩道から知り今では大好きなアーティストになりました 嬉しいね。そしてね、ここがすごいのよ。再来月から高校生になるので、つまりこの方は中学3年生なんだよ。仮に当選させていただいた場は、ゆっくゆく文化祭などで使いたいと思っています。どうかお体に気をつけて、75歳になられるまでお店、動画投稿、ともに頑張ってください。ありがとうがもう中学生。もうこのね、うちはね、結構ね、視聴者様。 幅広いから嬉しい。まあ正直ね、若い子は少ないんだけども、こういう若い人たちをどんどんこうギターの世界に引っ張りたいね。よろしくお願いします。でもあれだね、中,中学3年生が YouTube かなんかで芸人ママ見てんでしょう。なんから嬉しいな。本当にあの、いろんな、もちろん芸人ママだけじゃなくて、いろんな音楽、いろんなロックあります、フォークもあります。いろいろ見てみて、自分の好きなアーティスト、 見つけてくださいあの僕は本当たまたま運がよくてゲイリー・ムアとかパイロットとかねいろんな素敵なミュージシャン、ね、あの音楽に出会えてそれが僕のいろんな,な,んかな,んだろうな心の支えだったり辛い時を励ましてくれたり音楽はねあなたにも素晴らしい音楽の友達がどっかにいると思いますのでぜひ探してみてくださいねありがとうございますでも本当中学生とか高校生から手紙をもらうと嬉しい俺は。 続きまして、こちらはね、大阪、えー、S さん。いつも動画楽しく拝見しています。ギターの持っている魅力をたくさん伝える熱いコメントがとてもいいです。ありがとう。ちょっと恥ずかしい、えー。上記の通り、大阪在住なので、新潟は遠すぎて、なかなか訪れることは難しいですが、東方もあとちょっとで還暦。一度は行ってみたいです。結果、楽しみに待っています。 え寒さと雪が大変ですが、くれぐれもご自愛ください。全然雪が今降ってません。助かりました。いやあの大阪ね確かに遠いけど、まあその気になれば全然来れるので、あの関力と言わず、えー、チャンスがあったら来てみてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きましてこちらはですね、三重県何気にさ三重県とか多いんだよね、えー。チャンネル登録数6万人超えおめでとうございます。えー、また。 昨日の、まあ、たまたま見た人がね、えー、昨日のバックトゥザ・ロックの釜安弘さんはとても興味深かったです。洋楽をほとんど聴いていなかった私には日本のミュージシャンを取り上げていただけるととても嬉しいです。ああ、我が雪友よの中古の CD をネットで注文しました。届いて聴くのが大変楽しみです。絶対ですよう、ね。どうぞお体をくれぐれも大切になさってください。ありがとうございます。えー、ギター買い取りの件では 大変お世話になりました。ありがとうございました。三重県の H さん。あのせ、ちょうど先日ですよね。あのギター何本か送っていただいて助かりました。ありがとうございました。また一つよろしくお願いします。ペンネーム、ついに還暦さんですね。ありがとうございます。続きまして、あと3枚あります。今日は過去1読んでるか、えー。こちらは千葉県千葉市ですね。愛さん。チャンネル登録者数6万人。おめでとうございます。 昨年、60の手なりでギタレレを <laughs> 購入させていただき、毎日昔のフォークソングを弾いて、とても楽しいです。もっと上手くなりたい。えー、そうなんだ。ありがとうございます。でもさ、60の手なりって言うけど、まだまだですよ、60代なんて。もう俺、最近本当そう思うの人生はまだまだこれからですよ、もう。僕もね、実はもう62で、今年63になるんだけども、実は、 今年、まあ、間に合えば今年、また新たなチャレンジを実は、あの、まあ、正直言うと始めてるんです。まだね、恥ずかしくて言えないで,すで、もう一つまた始めようとしてるんですね。まだ恥ずかしいので言えません。<laughs> よろしくお願いします。さあ、あと2枚。6万人達成おめでとうございます。私はベースの、ベースを練習中です。少しエレキギターの練習もしたいと思っています。ゲーリーさんのように楽器と長く友達でいたいと思います。あ、そうそう、僕がさっき言ったよね。 音楽も、そう、楽器も友達。えー、キャプテン翼が言いました。ね。サッカーボールは友達。まさにそう、ギターは友達。音楽は友達。ぜひお店にも行きたいと考えています。夢は大きく、目指せ75歳。ギター希望。ペンネーム、ゲイリーみどり。みどりさんっていうのあ、みどりさんだね。香川県、よろしくお願いします。ありがとうございます。いや女性のリスナー増えたな。うん、嬉,しい嬉しい、嬉しい。 いつも見てます。6万人おめでとうございます。ゲイリさん、いつまでもお元気で楽しませてください。ギター始めたいです。こちらは長野県長野市ですね。えー、ゆうさん。あのね、こうやってこれギター始めたいですって。そういう本当にこの、なんだろう、ギタープレゼント企画が、本当ね、一人でも二人でもこういうきっかけになれば本当に嬉しいです。ありがとうございます。本当に皆さん、おはがきありがとうございます。もっと読みたかったんだけど、ね、これでも、 がんもうすぐあの締め切り終わったらこう抽選してやりますのでまた抽選の回はあのまたそういった動画を撮りますので、ね、一つよろししくお願いいたします本当に今こう皆さんのハを出てなんて僕も、ね、何だろうな皆さん俺ギター、ね、始めたいとかっていう方のメッセージをとああやっててよかったと本当に思いました。 僕の心が今日はねあったかくなりました本当に皆さんありがとうございましたはいそういったわけでゲイリー鈴木がお送りしております「週刊ギターフロンティア」えー、ここからは皆様からのおはがき紹介コーナーナです今やったばっかだと思うでしょうあれはあの抽選ね プレゼンの企画ここからが本当のいつものおはぎ紹介。でも今回そういうわけで、あの抽選のおはぎほとんどなんで、通常のお手紙は2通しか来てません。じゃあまずはこちらですね。あの、封筒で来ております。えー、常連さんです。福岡県久留米市ですね。えー、いつもありがとうございます。ラジオネーム、よもぎギターさん。かっこ55歳からです。えー、ゲイリーさん、こんばんは。さて、私は昨年だったか 寝ている時にウォークマンを聴いていて急に起き上がろうとしたら充電中だったウォークマンのイヤホンが耳に引っかかり体勢を崩して G&L のギター、ね、のハードケースの上に尻餅をつきパキッケースから音がして中のギターは大丈夫でしたが要するにケース壊しちゃったと。 で、島村垣さんに問い合わせしたら、純正ハードケースは単品で売ってませんとのことなので、仕方がないので、フェンダーの ABS 樹脂のハードケース、カッコ31,900円を注文しました。そんなすんの今。はっ、すげえな。まあ、純、やっぱフェンダーのロゴが入ると高いのか。毎年、年の初めに出費があり、なかなか手持ちのお金が増えません。前世は敵に囲まれて、 打ち死にした武士らしいです本当かよ宝くじが当たったらギターフロンティアでいいギターを買いたいです当たらなくてもコツコツ貯めて買ってくださいよろしくお願いしますそれでは週刊ギターフロンティア100回目指して頑張ってくださいこれからも見ますありがとうございますあの今日がですね第55回ですから年内は無理ですけど来年には100回 できるんでね頑張りますありがとうございますいつも本当サンキューですさあ続きまして本日のおはきコーナー最後のおはがきは最後を飾るのはこの方です先ほど他の方にのおはがきでも名前が出ましたね。私は昔、えー、北海道の滝川市に住んでましたっていう方いたでしょその方です滝川市の北野ラッキーさんありがとうございますもうほらもう今回がずっとラッキーだもんねあ、そうそう北野ラッキーさんね あなたのほら年賀状で当たったじゃないほら切手シート変えてきましたよほらこれちょっとミサ見て今こうなんですね2枚なんだよ2枚昔さ僕子供の頃もなんか4枚とかだったよね記念シート切手記念シート今2枚なんだやっぱこういうとこもコストダウンなのねでもねあのもちろんこの切手は使いません僕あの今分かったあの僕のこの作業デスクの 見えるところにこういつも張ってるんですよ。なんかこうお守り側に。で、これ見て、あ、北海道今どうかなとかさ、ふっとやっぱ見ると思い出すもんね。ありがとうございます。それでは、滝川市の北のラッキーさんからのお便りを紹介したいと思います。こんにちは。本日、クイーンライブ行ってきました。これこれ、これを聞きたかった。圧巻の一言であります。みんなかっこよかったけど、ギター好きとしてはやはりブライアンの 一挙し一投足に釘付けです。レッドスペシャルはいい音でした。アコースティックの12弦ギルドでしたね。叙情的でお安くの大合唱をしてきました。Love my life ってやつね。またライブ報告します。もうね、いや僕もね、今回ほら来日してたでしょ。北海道。そしてあの、最終は東京ドーム 2days か。いやもういろんな方から、あるいは SNS でも話題になっていて。 もう素晴らしかったらしいもんね。まあとでそういった話も実はし,し,したいと思っていますので、すごくタイムリーで。あのたまたまなんですけども、BS であの数日前にあのやってたじゃない、あの2夜連続クイーン特集。であの初日が例の映画ね、ボヘメン・ラスベリーノ,ンノーカット版。であの本編の映画の時にライブシーンで2曲カットすたのがもう入ってたし、 良かったですよねで翌日にアダム・ランバートが入る話のドキュメンタリータッチのえ映画なのかなんかなテレビのあれがすごくよくてあのその話をしたんですね誰かにそしたらその,その人の知り合いが東京の人であの東京ドーム最終日前日でもなんかチケット取れたらしいんですよね俺も行けばかったと取れるんだったらでも今回ねまあまあ後で詳しい話しますねいやでもクイーンは やっぱ見ときゃよかったな無理してでもさあこんな感じでね皆様からのおはがき本当にありがとうございましたでねあの今日も一つ言いいことがあったので今日土曜日でしょう、まあ、今撮ってるの土曜日なんだけどあのいつも今日は読んでないですけどあの常連さんであの沖縄からいつもおはがきくれる方いらっしゃるんですよコザのナイーブさん今日ねもう、まあ、普通に仕事してたらお客さん「いらっしゃいませ」って言ったらなんかこう。 なんかそわそわした感じでギター見ててあどうぞお腹にす、なんか座ってくださいって言ったらあ私、小沢のナイブですえーみたいな、沖縄から今日来てくれたんですよ、まあ、たまたまなんか用事というかお仕事の関係で東京にいらっしゃったそうなんですけどせ、東京まで来たらここに来ようということで、わざわざ東京駅から新幹線に乗って、ここのためだけに来てくれたんです。嬉しかった 本当と、み、見てる今。でね、これ、ね、お土産ですって言ってさ、ほら、塩、雪塩っていうんですね。これあの、宮古島の塩なんですって言って。で、これ見るとね、品名塩、原材料、海水。<laughs> でね、これ、わかるかなこれ、ものすごいパウダー、細かいんだよね。これ僕、もうあの健康に気遣って、今、いい塩しか、こういう海から取った塩しか。 使ってていいぜひ使わせていただきまますすありがとうございます今日あのちょうどアルバイトスタッフは優香さんがいたんですけどちゃんと優香さんもどうぞちゃんと覚えてるけど嬉しかったでね今日優香さんと一緒に食べたんですけどお菓子も頂い,いて出ました沖縄といえばこちらでございます,チンスコーです、ね、これがまた今までもちろん食べたことありますけど今まで食べたチンスコーの中で一番おいしいマジでこれおせ辞抜きで。 あの、うちのゆうかさんも感動してますよ。いろんな味があってね。これはほんと美味しかった。ここのメーカー、ど、どこのメーー別に、別に。南風堂これ南風堂の僕も足んじゃないですけど、南風堂のチンスコ、マジうまいっすよ。これ感動したもん、これ。マジで。いや、めっちゃ美味しかった。これは今日はあの、ゆうかさんとしか食べてないですけど、明日以降ね、またみんな、うちのスタッフとみんなで食べますんで、本当にありがとうございます。本当に、コザの内部さん。 あの、おはがきのイメージで、ほら、お嬢さんが大きいから、もうちょっと年齢の方かと思ったら、めちゃくちゃ若々しくてびっくりしました。俺ももうちょっと頑張りますね。はい、ということで本当にね、皆様とこういったはがきとか、そして来ていただいたり、こうなんかコミュニケーションというか、なんか繋がったりして、本当に、なんだろうな、幸せですわ。本当に。それでみんなにギター買ってもらったり、ね、売ってもらって、それがまた商品になったり、 ななんんてて幸せな仕事を僕はしてるんでしょうかですから何かそういったことを皆様に恩返しとして社会に恩返しできるようにまあ小さなことですけど社会貢献だったりねあの毎年やってますけど、えー、新潟市内の養護施設だったりいろんなとこに寄付してこれからもなんか自分のできる範囲でまあ無理はできませんけどもできる範囲で何かやっていきたいと思っていますそして今回のこのギタープレゼントに関しても何度も言いますけどまた1万人ね 増えるごとに、次は7万人、8万人、9万人、10万人と、皆様になんか、形で返せるようにしていきたいと思ってますので、一つ、皆さん、今後ともですね、こんな男ですけど、こんなクソじじいっていうか、おっさんですけど、皆さん、よろしくお願いいたします。 はいそういったわけでゲイリー鈴木がお送りしております「週刊ギターフロンティア」えー、ここからはお待ちかね。コーナーコナです今週はですね、あのもうやるつもりはなかったんですけど、やっぱりあのさっきの話でもうね、えー、北のラッキーさんも見に行ったという、やはりクイーンですわ。 でクイーンはねあの2か月ぐらい前かなあのやっぱ特集を始めてさせていただいて僕の中では名盤、まあ、当然クイーンっていうのはもうほぼほぼ全部名盤なんですけどもフラッシュ・ゴードン以外は全部名盤だと思います <laughs> まあ,あれは、まあ、サンドラだからねあの僕は前回あのファーストをさせてもらったんですけどやっぱりあの画期的だったってこともあるしやっぱりあのハードロックの新しい形っていう感じに僕は当時受けたのね もうかっこいいで,すでね今日はあのいろんな話しようと思ったんですけどもまず今日も当然この企画はやっぱり名盤をまず1枚ねどれがいいのかって話なんだけどまあはっきり言って「クイーンの」の、まあ、最高傑作はどれかって言われてあの世の中のロックファンが投票したらこれはまあ当然やはり何といっても「オペラ座の夜に」に、まあ、多分票は集中するでしょうね。 やっぱりボヘミアンラプピソディ入ってるし。まあその次はやっぱり、やっぱり、なんだろうなまあシアドタック2もいいし、華麗なるレースももちろんいいし、っていう、まあ大体その辺だと思うんですよ。だから、やっぱ大体いろんなサイトを見ると、どれが最高傑作かっていうと大体2、3で、2枚目、3枚目、4枚目、5枚目。この前期に集中するんですよ、大体。 あるいは、あの、ちょっと、あの、また違った見方すると、最後のアルバムね、イニュエンド。まあ、僕もこのアルバムは、やっぱ、でも、ただ、重いんだよね、暗いというか、やっぱりそういった、やっぱり、フレディのことが、ね、なんか最後のこう死に向かってっていうのがあって、ちょっと重いんです。やっぱり今、今まして、ほらそう、死んだの分かってて聞くと、特になんか、逆、つらいんだよね。でも、もちろん、曲としては、もう、ショーマスト・ゴーは、もう、 超絶名曲だし、あの超マンスト・ゴーにおけるあのブライアン・メンのギターって本当に素晴らしく、ある意味泣いてるし、本当に泣いちゃってるんだもんね、本当に。あのギターで歌うっていうことをよく言うんですけど、僕はあの歌のオブリガード、泣いてるんだよね、本当に悲しい、悲しさがもうブライアンの、ブライアン・メンの魂の叫びに聞こえて、あの曲聴くと俺、涙出てくるんだよね。なので逆に 僕はあのもちろん名盤だと思うんだけど逆に辛すぎてこれを名盤と押せないという好きすぎて、うん、そういう気持ちも分かるでしょファンだったら。でそんな中でね僕はあの,あのほぼリアルタイムで聞いてきた世代として今日実はあの「クイーン」のまたまた名盤として押したいのは前回はファーストと、ね、ファーストも名盤だと思うんですけど僕はね今日は6枚目になるんですけど1977年発売の「世界に捧ぐ」です。 これはもちろんいろんな方が名盤に上げるんだけどな,なかなかこれ,これをナンバーワンと上げてる人は少ないんですよね。あのアルバム全部聴くとちょっとどちらかってる部分あるんですよ曲は。でも逆に言うとクイーンらしいこうめちゃくちゃ幅が広いんですね。で僕あの当時ねリアルタイムで曲聴いた時にあのつくづく思ったのがあの当時ほらレコードでしょもちろん。でね、ファーースト、セカンド、サードサあたりまでは 正直言うと、まだ僕も,も子供だったので、これいくつだっけ、中1か、中一か小6なんですよね、クイーンのデビューって。で,ですから、セカンドは中1か中2でしょ、サードも。で、その頃ってね、まだ全部レコードを変えてないので、もちろんそのお小遣いもそんななくて、大体ラジオなんですよ、あるいはエアチェックして、ラジオかラジカセ、カセットテーブルですから、音質がね、正直そんな良くなかったんだね、今思うと。 であの77年、高校生に入るんですね、僕がちょうど。で、僕の記憶だとね、確かね、中3ぐらいで、家でやっとあのコンパクトなステロを買ってもらったんですよ、親父に。まあ、の家共有ということで、まあぼ、僕の個人用じゃなくて、家で買ってもらったんだけど、今も覚えてるのはパイオニアで、プレイヤーとしたがアンプとチューナー一体、で、スピーカーは別になってて。 でそれでレコードであの LP でねか聞いたのが多分家でレコードで初めて聞いたのがこの「世界に捧ぐだったんだよなあの友達から書いたのもありますけどでその時に思ったのがやっぱりその機械がいいからってのもあるんだけどめちゃくちゃ音質がよく感じたんですよねこれたまたまそうなのかあるいはこのレコーディングの音質が良かったのか正直ねどうだな俺。 華麗なるレスまで特に初期の2枚目、3枚目くらいは特に音質、どうなんだろう、あのオーバーバブもやりす当時のオーバータブ、映画でもありましたけど、テープがわー薄くなったとかそういうシーンがあるんだけど、多分ね、音質の劣化は結構あったと思うんですよ、でその世界に注ぐに関して言うと、そこまでオーバータブ、凝ってなかった部分もあったので、確か、でレコーディング期間も確か短かった話ですよね、2ヶ月ぐらいで終わったのかな。 でいろんなほらあの解説してる方いるんだけど当時の、えー、イギリスパンクに対するあのクイーンの答えだとかいろんなこと言ってる人いるんだけど多分そんなことは全然考えてなかったと思いますあのフレディもフライメンも。多分ねちょっとシンプルにもともとハードロックから始めてるバンドですからちょいシンプルにやっていこうっていうのもあったしやっぱアメリカでドカンと売りたいとこともあってもっとシンプルなロックをやりたいっていうこともあったろうしあのいろんな意味で。 新しいクイーンが実はこのアルバムから始まったと僕は思っています。あの、世界に捧ぐっていうね、このアルバムタイトルもそうだし、あの、1曲目からね、あの、始まるこの流れ、We Will Rock You って始まって、We Are the Champions でしょこの流れって、凄すぎない。未だにこうライブの最後にこれやるわけで、もう、 もうこの2曲でもノックアウトですよね。ま、あとはもう、ま、こんなこと言うとあれですけど、あとはどうでもいいぐらいで、もうこのアルバムに関してはもこの2曲だけでも十分買う。あの、もし持ってない人いたら CD 買ってください。もう、まあ、当然知ってると思うし、みんな聞いたことあるはずなんだけど、そうはいっても持ってない人も多いと思うんで、買って、これ買って、本当に。別に僕クイーンの回し物じゃないですけど、これはね、何度聴いてもいい。もう、 本当に素晴らしい。あの特に「伝説のチャンピオンは」はもちろん曲だけで言うとやっぱ世間の評価はあの「ボヘメラ・ラプソディ」なんでしょうけどもこれってある意味クイーンの集大成的なところもあるしあとねメッセージですよこれは、ね、いろんな方が言ってるんですけどもこの「We are the チャンピオン」これを当時僕も今でも覚えてるんだけどあの雑誌なんかで 見ましたよあのし正直賛否両論があったっていうのも事実なんですね。というのは何が言いたいかというとまだこのアルバム発売前は、まあ、華麗なるレースの頃まではもちろん売れてたしスーパースタードではあったけどもやはり世界のトップではなかったわけですよねロックバンドとしては。当時やっぱりね「ミュージックライフ」とかで見てみるとやっぱりね格上はてっぺりんなわけよどう考えてもあるいは SixTONES だったり。ねそこにやっぱり 上に行けないんですよまだまだなんか2番手3番手争いしてるバンドっていうイメージがあったのかなそこにあのそれなのに俺たちはなんかチャンピオンだみたいなこと言ってるから生意気だみたいなことを言うあの解説者もいたのも事実なんですよで今になっていろんな方が解説していて例えば後にブライン・メイが言った言葉で「いやそういう意味じゃないんだ」とかいろいろ言ってあだこで いろいろ解説してる人いるんですけどもどういうことかっていうとブライアン・メイは「いやあれはあの僕たちがチャンピオンだ」っていうことじゃなくて「みんながチャンピオンなんだ」っていうねそういうことを言ってる人もいたんですけどもあの実はそうではなくて「あのチャンピオン」っていう言葉の意味ってもう一つあって「の勝利者」っていう意味ももちろんあるんだけどもあのもう一つの意味はあの救護者とかねなんか助ける人とかなんか。 そういう意味もあるらしいんですよ。ですからもしかしたら、このフレディの作詞ですけども、もしかしたら僕たちはみんなを助ける、支えるものなんだ。そして君たちもそうだ。みんながそうなんだ。もしかしたらそういう意味をつけたのかも。だからもちろん俺たちはチャンピオンだっていうもう強気に行くぜっていう、もちろんそういう側面ももちろんあったと思うんですよ。逆にもう言ってしまってもう引っ込みつかないくらいにして、俺たちも世界で戦うぜみたいな。 そういう意味ももちろんあったんだけどもそれだけじゃなくてもう一つの裏の意味として僕たちは支える人間だ君たちも支える人々みんなそうなんだっていう俺そういう意味がねあの歌には特に後半の最後の方のブライアン・メイのギターフレーズあと聞くとそんな風に聞こえてしょうがないんですよねだからなんだろう涙出てくるんですよあれ聞くたびにあの今回の あのアダム・ランバートが参加して、まあ、もうすでに YouTube でねあの上がっ誰かほらあれ結構もうスマホとかで撮ってもいいっていことでやってるんだけどもめちゃくちゃ良かったですよねで話は変わるんですけどもまああのアルバムとして今日はこの名盤としてこの「世界の佐々木」をまあ僕として挙げさせてもらうんですけど今度はあのアダム・ランバートの話になるんですけども、まあ、当然あの。 クイーンとしてはもうリードボーカルはなくなって91年にもフレディ・マッキルが亡くなっていますそしてジョン・ディーコンも,もうフレディがいなければもうクイーンではないということで参加することをやめてもう音楽業からもう完全に身を引いてますもんねそして今はロジャ・テラとブライアン・メイ2人でクイーンそしてサポートメンバーそしてプラスあえて正式メンバーではなくてあえて クイーンプラスアダム・ランバートっていう形でやってるんですけどもまあそれに対しても、まあ、当初からいろんな意見賛否あったわけですよねもっと言うと最初はポール・ロジャースと組んでねクイーンプラスポール・ロジャースでいくつかライブやりましたけどもまあそれもいろいろ賛否あったということで今回そのアダム・ランバートやるわけですけども。 まあ、あの僕もね正直言うと最初はその動画なんかで YouTube でアラム・ランバートの、ね、ライブ見た時にもちろん歌はすげえうまいなと思ったんだけどなんか、えー、ちょっと違うのかなとか <laughs> すごい僕も正直ちょっぴり否定的な、ね、感じはやっぱあったんですよ正直なぜかそれはそうですよねあれだけ僕なんか当時多感なそれこそ。 ね、中学1年ぐらいから聴いていたクイーンのボーカルはもうフレディ・マーキュルってもう完全に吸い込まれていてこの年になってアダム・ランバートのあのねルックスとあの歌唱を聴くとうまいけどもうまいけども、えー、どうなんだろうかなっていうのはあったんだけども僕はね今回ねその BS で見たアダム・ランバートのその加入にへのいろんなこうドラマチックな話を見てまあ実際の映像としてね やっぱ彼も苦労してねあの地位まで勝ち得てきた努力の人だしそしてねやっぱりいろいろライブ見てみるとやっぱうまいんだよねあの今ねだんだん考え変わってきてあの下手するとよあの歌唱力だけで言うと多分フレディ・マーキューより上ですわあのライブでのはねライブであの音程外さないとかあとキーも高いし あれだけ連日ライブやってても、あれだけの声量で素晴らしい。多分、節制してると思うよ。まあ、素晴らしい。あの、何が言いたいかっていうと、もう亡くなってしまったメンバー、特にボーカルがね、いない中で、バンドをどう存続させるかっていう、いろんなこう、一つのテーマがあると思う。今、ほら、僕らの世代だと、いろんなね、ベテランバンド頑張ってんだけども、あの、 ここでね、ちょうどあの比べちゃいけないんだけど、ジャーニーの話があるんですけども、ジャーニーも今ね、70年代からずっと頑張っていて、現在も頑張っているわけですね。今、いろいろメンバー、いろいろちょっとごたごたしたりして、今抜けてるりしてんだけど、今、基本的にはもう、えー、ニール・ショーンが実情リーダーで、ジョナサン・ケインと、あと、ね、いろいろメンバー解体して、そして、例のボーカル、アーメル・ピレダ。あのー めちゃくちゃゃゃくううまいいじゃないですかもうスティーブ・ペリーにそっくりなんんだもんね、まあ、スティーーブ・ペリーが抜けた話もいろいろ聞くとちょっとかわいそうだなっていう話もあるんだけども、まあ、現実あのアーネル・ピネダが参加した時もいろんな賛否両論あったんですけどもやはりねこうやって動画見ているとやっぱ素晴らしい歌唱力だしそしてあの当時のね70年代そして80年代にかけての,あのジャーニーのヒット曲を完璧に 再現でできてるわけですよねこれはもうやっぱ見た人はもう感動だし今回の「クイーン」もそうですよねみんなだって会場すげえ盛り上がってたってねもうもうほんとすらしいステージだったとみんな言ってましたよですから僕はもう胆比論あるってのは分かるけどもやっぱりね一つのバンドを続けるって っていう意味でこのボーカルが変わるっていうのも全然受け入れていくべきなのかなと思いました今回本当にあに正直ほらギタリストあるいはベースドラムキーボードは年取ってもほら、まあ、ある程度やできるじゃんで声ってやっぱきつい部分あるからまあ、して当時のロックはハイトーンが、まあ、主流じゃないですかそうなるとやっぱきついよねそんな中でやっぱりジャーニーはねメンバー変えてでも まあ正直、そっくりさんって言われたわけでも、本当、好意そっくりなんだからさ、それでもまあ、何言われても、いや、これでやるんだっていう決めて、これはもう、これでもう一つの正解だと思います、ですから、クイーンも今回のアダム・ランバートは、やっぱり僕は、やっぱ結果的に正解だと思いますね、あの、どのインタビューで、ブライアン・メモもロジャテレラも言ってますけど、彼より上手いボーカルは、今、この地上にはいないだろう言い切ってるもんね。いやそうかもしれません 本当に、まあ、もちろんフレディの,あの存在感はもう誰も越せないんでしょうけどもあの歌唱力はでもフレディに勝るとも劣らない、ね、ステージングを見せてくれました、まあ、今回が多分あの来日クイーンプラスアダム・ランバートとしては最後ではないかと言われているんですけどももし来年再来年ねまた来るなんてことがあったらもう何があっても僕はですねこの店を休んででも。 行きたいと思います。そして行ってですね、この週刊ギターフロンティアでライブレビュー、こうだった、ああだった、言ってみたいと思います。ね、ちなみに今日はですね、えー、フレディが昔、えー、ライブでこういった白いライダーズ着てました、ね、あの黒い矢印マーク。それで今日これ引っ張らしてきたんです。ちなみにあの、フレディもブラヤメモ、 ね、いつもライブでやって、今日はアディダスでございます、アディダスね。やっぱそういう、そういうね、見えないけど見えないところでちゃんと気をつける、気を使うところがね、おしゃれでございます。はい、ということで今日はですね、のクイーン、ね、やっぱりもう一,もう一枚の名盤は、世界に捧ぐ。僕ちなみに当時ね、あの、あれも買ったんですよ。レコーブももちょ買ったんだけど、あの、楽譜、世界の捧ぐの楽譜出てって、買ったんですよ。 高かったよな、当時、格闘。でね、解説がね、山本教授さんだったんあの、演奏解説が山本教授さん。で、その時使ってた白黒の写真、中は白黒写真なんだけど、あの、僕が若い時に買ったグレコのストロートキャスター SE なんとかって自分で改造しましたって、それなぜかはすごく、えー、覚えておりますね。 はい、しかし、そういうわけでねあの話戻りますけどボーカルが変わるっいう話ですけども、まあ、あのジャーニーもそうだしクイーンもそうですけどそういう意味で言うとディープパープルはすごいですね、今イヤ、イアン・ギランさんもう本当にあの年齢であの声が出るってもってもう素晴らしい、まあ一時ね上ーターナーにちょっとあのチェンジしましたけどもやはりディープパープルといえばイ、ね、アン・ギランさんなんであの年であって続けてるってもう立派。 だとと思思いいいまますす本当に素晴らしいと思いますぜひ次回近いうちヤンギラン特集も考えたいと思います。はいということで今日のですね特集は、えー「クイーンの名盤もう一枚どれか」ということで「世界に捧ぐ」をお送りいたしました。 はいそういったわけで、今週の週刊ギターフロンティア、いかがだったでしょうか、えー。今週はですね、滝川市の北野ラッキーさんの、えー、ライブレポートまだかん、ね、また送ってきてくださいね。もう本当に羨ましい、ね。この短いコメントで、ライブ行ってきました。圧巻の一言であります。もうこれが全てだね。僕も本当そうだと思う。このたった1行、圧巻の一言であります。 素晴らしかった。僕はあの YouTube でその、ね、普通の方があの一般の方がこのスマホで撮った映像だけでも迫力とさっき言ったアダム・ランバートの歌唱力のすごさそしてブライアン・メイのギターがめちゃくちゃ音い,いのがあのスマホで撮った映像でも分かりましたよね。あの何度か他ののの国でもやった最近のアダム・ランバートの 参加しての映像を見たんですけどなんか全盛期よりもギター上手くなっている気がするんですよまあ実際上手くなっているかもしれない素晴らしいです本当にその辺のねギターの秘密もね僕もまだまだ語れませんけどもそのうちまたブライアン・メンモードとか入ってきた時はやってみたいと思いますえ次回はですねあのコインをなんとか入手してその時にねあのコインをね あれ、なかなか手に入らないしね。まあ、最悪10円玉で弾いてですね。あの、コインでやるからあの音が出るんだよね。ね、そういった、ね、特集もね、ギター屋さんですからやってみたいと思います。さあ、ということで、えー、冒頭お話しましたけども、明日まで、明日の決心有効ですから、ね、ぜひ、はがき買って、えー、ギタープレゼント、応募しください。名前と住所、最低限それ書いとけば当たるかもしれませんので、ぜひ、 明日中に、明日の、で、何時なんだろう ?1 時とか2時とか3時まで明日の決心有効ですから、一つよろしくお願いいたします。はい。ということで今週もですね、最後までお付き合いいただきありがとうございました。ということでお相手は私、ゲイリー続きでした。また来週